こんにちは、姉妹キッチンと申します。このチャンネルでは私の飲食業での経験からご家庭でもお手軽で簡単に作れるメニューをご紹介していきます。今回はマンゴーとパイナップルのフローズンカクテルをご紹介いたします。ご家庭にある一般的なミキサーを使ってフローズンカクテルを作るのはなかなか難しいですけど、事前に材料を凍らせたり、いろいろと工夫したレシピを考案しましたので、ぜひ参考にされてください。でなお今回はノンアルコールのレシピですので、アイスクリーム感覚でお子様にも楽しんでいただけると思います。アルコール入りがよろしい場合はスピリッツやリキュール等を加えてみてください。材料はこちらになります。概算ですが材料費も記載しておりますので参考にされてください。では早速作っていきたいと思います。まずマンゴーですが、今日は缶詰のマンゴーを使います。もちろん生のマンゴーを使っていただいても構いません。でこちら、適当な大きさにカットしていきます。でカットしたらミキサーの中に入れていきます。でここにパイナップルジュースを少し加えてミキサーを回していきます。はい、でこちらが、事前に凍らせておいたパイナップルジュースです。砂糖を大さじ1杯ほど加えています。甘さはお好みで調整してください。こちらちょっと、頑丈めの包丁で、カットしていきます。でこれを、ミキサーの中に入れていきます。はい、ミキサーを回していきます。蓋を回してで開けて中を混ぜてを繰り返していきます。でこれが固い場合は、パイナップルジュースを、少しずつ加えます。これぐらい滑らかになったら完成です。はい、グラスに盛り付けていきます。はい、ストローを添えて完成です。今回はマンゴーとパイナップルのフローズンカクテルをご紹介いたしました。このレシピであればご家庭のミキサーでも本格的なフローズンカクテルが作れると思います。お子様にも喜んでいただけると思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。